で、カウントアップしてみる。
ちょっとしか動かん状態にしてあげよう。そう。あ、それいいね。そう。僕が結構やってるのは、ダンスで、その時にダウンって、ここやったらいいね。これも手癖を決めてしまって、
原因となるものは自分の矢の発射の地点が分かってなかったっていうところで、まあ、しっかりと、自分特有のね、特有の発射ポイントと、どこで合わせてるかの理解と、で投げやすい立ち位置で探したっていうのを全部一からやっていって、最終は投げ急ぐっていうところも結構ね、デメリットになってたから、そこの改善、例えば彼女の場合だったら、ここで構えて矢を持ってきた瞬間に手ですごいセットアップが探してるから、そのセットアップ下でできるやつはもう先にしてあげる、でして最終調整で投げたいっていうのをするだけで良かったですね。めっちゃ頑張った効果ありました。良かったっす。受けて良かった。よし若干言わしたかったね今回横ずれ対策についても、このようにやってみたので、ぜひ、ね、試してみてほしいなと思います。はい、ということで本日の動画が参考になったと思ったら高評価、チャンネル登録合わせてお願いします。どうもありがとうございました。